さて閉店しちゃうケーキ屋さんのモンブランですね。これねモンブランなんですね。このとんがりモンブランって勝手に名前つけてますけど、あのケーキ自体はモンブランで、中に栗の、なんつうのマロンなんとかっていうのがグラッセ、この皮が包まれ皮で包まれてるのが特徴ですね。で下にはこうビスケットみたいなのが入ってる、あの硬くなってて、これが1日経つと柔らかくなる。こういうケーキが昔からあったんですけど、まあ明日で閉店だそうです。残念ですね。